ようこそお越しくださいました。改めましてよろしくお願いします。ありがとうございます。もう私って嬉しいね。ありがとうございます。もっとください。もっとください。ありがとうございます。そちらもお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。子供たちより欲しがるっていうね、私たち欲しがり屋ですからね。で、さっきも言いましたけど、マスクの中めっちゃ笑顔ですから、私たちそれだけはお伝えして本当によろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、後半スタートしていきますけれども、はい、続いての出演者を紹介してください。はい、後半戦のトップバッターを務めてくれるのはあずみちゃんでございます。あずみちゃんはギター女子、ドラム女子をモットーに弾き語りをしてくれます。プラソニカメンバーとして名古屋を中心に音楽活動をしている中学2年生の14歳の女の子なんですけれども、皆さん、ギターの弾き語りっていうのは聞いたことあるなとか見たことあるなとか、で、私実はあずみちゃんで初めてドラムの弾き語りと叩き語りというのをですね、見まして、非常に感動しました。そんなあずみちゃんですけれども、やはりね、もうオープニングから言っておりますけれども、子供たちの成長というのは本当に素晴らしいものがありまして、また今日も素晴らしい演奏を聴かせてくれると期待してお呼びしたいと思います。では、あずみちゃんどうぞ。さあ、それではあずみちゃんのステージお願いします。こんにちは、名古屋から来ました中学2年生14歳のあずみです。今日はドラムの叩き語りとギターの弾き語りをやろうと思います。よろしくお願いします。それでは早速1曲目、ドラムの叩き語りで明るい楽しい曲を歌いたいと思います。聴いてください。ただ君に晴れ。
引き続き次はギター弾き語りをやっていきたいと思います。今辛いコロナの環境の中でこのイベントを開催できてとても嬉しく思います。と次の曲はこんな時期に開催していただいて皆さんが最後まで楽しんで家に帰れるようにそういう曲を歌いたいと思います。聴いてください。最終列車。でもさ。
どね、いい曲選んだね。はい、またね、あずみちゃんもドラムの叩き語りと、そしてギターの、ね、弾き語りと楽しませていただきました。じゃあそれをちょっと大人に預けて話を聞こうかな。ちょっとお話聞いてもいいですか。はい、いやーでも本当にあの歌がね上手くなったねなんていうちょっと簡単な表現をするのが悔しいぐらい、なんかこう子供たちの歌声って例えばこう歌がうまいっていうときっと皆さん音程だったりとかその歌手のね元々のカバーなのでみんながそれにこうどれだけ寄せてるのかとかいろいろねあると思うんですけど、なんかこうあずみちゃんの曲を今日聴いて表現力っていうところが抜群にやばくなっていると。それはあの歌をもちろん鍛えたのもあるけれども、少しずつ大人になってきてるってことなんですか。そうなんですよ。なんか会うたびにね、今日もねすごい鏡に向かってねメイクしていてね裏で、なんかもうどんどんみーちゃんお母さんみたいな気持ちになってたね。ほぼね、なんだそのラメ可愛いねなんて言いながらお話をしておりましたけども、あずみちゃんは、今年2021年はどんな1年にしたいですか。ドラムの叩き語りとギターの弾き語り両方を使って、もっともっと上手に上達できるようにしたいです。はい、あのグループに入って音楽活動もしてるっていうふうに聞いたんですけど、それはどんな感じのグループの活動なんですか。プラソニカといって、はい、東京と大阪と名古屋の3チームに分かれて毎週火曜日と金曜日に YouTube にあのカバー動画をアップして時々あのライブもやってソロ活動もするよっていう、そういうグループになっています。じゃあ SNS での活動も今は幅広くやってるのかな。はい、はい、あの Twitter フォローさせていただいております。ありがとうございます。 Twitter もそれから YouTube も、はいはい、ね、部活動だし、ぜひね、あの皆さんにも Twitter フォローをいただいて YouTube で、ね、見ていただけたらなと思います。今ってあの音楽活動の幅ももちろんなんですけど、 Twitter とか YouTube からあの発掘される方ってすごく増えてますもん ね、 そこからスタートどん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 上がっている方もいるし、ね、そこですごいさ、あずみちゃんがいろんな全国的にね有名になって、ここにいる全員がいますよ。皆さんがもうね、証拠、証人、私知ってるあずみ、あの子知ってるよって言えるよね。でも皆さん絶対に私友達だよって勝手に言わないでください。リクちゃんは言ってもリクちゃん言います。私は言います。はい、でもそのぐらいね、本当に将来的にもね、いろんなところで活躍をしてくれるんじゃないかなっていうのもね、会うたびに思うんだけれども、あずみちゃんがこう音楽を始めたきっかけって何かあったのかな。幼稚園の時なんですけど、年長さんの時にあのみんなで合奏演奏する機会があったんですけど、その時にあのオルガンをやることになって、で人前であのオルガンをやったのがとても楽しくて、その時にやりたいなって思いました。すごいですよね、オルガンをやって、でもドラムとギターを今ねやってるっていうことですから。好きな楽器は、一番好きなのは何が好き。決めたくない、決めたくないってね、分かるって質問した私の中でした。分かってきた。いやでもいろいろやりたいっすよって感じだよね。あと本当ね、メラとかすごい得意な楽曲もいっぱいあってね、もうジョイフルもそうだしね、もういっぱい聴きたかったですね、本当にね。ね、でも本当になんかあの私が、まあ、オーディションから、そして昨年とか、はい、何年目かな、何年目かね、もう 2,3 年は多分ねお会いしてるんだけども、やっぱあの女の子ならではかもしれないんですけど、こうちょっとこう大人びた表情だったりとか、大人びたこう声の出し方だったりとか、で演奏中のふとした仕草だったりとか、そういうところもまたねどんどん変わっていくなっていうところもあるので、ぜひね今日会場で、こうやって応援しに来てくれた皆さんはまたどこかで、そうですね、あずみちゃん見かけたらですね、あずみちゃん大人になったねってね、みんなが大人がね見守ってくれたらまた嬉しいんじゃないかなと思います。これからどういう目標がありますか。大きなこれからの音楽にしては、とりあえず自分の曲を作って、それでドラムでもギターでも叩き語り弾き語りをできるようにしたいです。でそこから何か目指すものがありますか。一応映画の主題歌いつか歌えたらな。おお、すごい。その映画見に行くわ。そうだ
ありがとうございました。ありがとうございました。って本当に思わせてくれるあずみちゃんでしたね。はい、そしてこれ毎回この音楽フェスタの時に私がお伝えさせていただいてるんですけども、はい、やっぱりこう歌の力っていうのはね、きっと皆さんいろんなところで感じる部分があって、でさらにこの子供音楽フェスタっていうところで子供たちがこの短期間ですごい成長している姿だったりとか、で1回のこのステージに立つパワーって子供にとってはものすごい勇気もいることですし、はい、もう大冒険なわけですよね。でそんな頑張ってる姿を見て、それを見た大人たち、私たちが受け止めて、じゃあ次何ができるのかっていうのをすごい考えさせられる、すごくいいイベントですよね。はい、ゆきさんずっとね、これからも育てていきたいだけだと思いますのでね、皆さん応援お願いいたします。もう今日本当にバタバタと走り回ってくれているオレンジ色の T シャツのスタッフの皆さんがですね、もう毎度のことながら今年は特に開催できるのかな、どうなのかな、どうやってやったらいいのかなっていうねところもありながら、開催することがねできましたので、ご来場の皆さんも本当にご協力いただいていつも本当にありがとうございます。安全にちゃんと協力してくださってるから今日開催するっていうふうにね、そういうことができました。